今回はニコンの新作超望遠単焦点レンズニコール Z400mmF4.5VRS をこちらニコンプラザでタッチ&トライしていきたいと思います。先日 400mm の F2.8 というレンズが2月に発売されましたけれども、同じ 400mm ですけれども F 値を 4.5 にしたことで暗くなったんですけれども、それだけよりコンパクトにすることができたというレンズになっております。早速細部を見ていきましょう。今回の 400mmF4.5 の大きな特徴が大幅に小型軽量化されているということです。こちらに Z400mm の F2.8、いわゆる42般のレンズがありますけれども、同じ 400mm ですけれども、こちらが F2.8、 こちらが F4.5 ということで、F 値が暗くなっている分かなりコンパクトになっているというところがよくわかると思います。こちらの 400mmF4.5 ですけれども、重量は約 1160g ということで、こちらにある42般のレンズからすると 50% 近く軽くなっているレンズになっております。レンズの全長は 234.5mm。 こちらレンズの長さを比較したいと思うんですけれども、こちらが Z の 100-400mm ですね。こういうふうに横並びにするとほぼほぼ同じ長さだということがわかると思います。これだけ軽くコンパクトになったレンズですけれども、重心もよりボディ側の方に来ているってことで、軽いしコンパクトだし、重心も手元にあるしで、より振り回しやすいレンズになっています。飛行機の撮影とかって結構高速で動く飛行機をバッてこう追いかけると思うんですけれども、そういった時もかなり撮影しやすいレンズになってくると思います。またあとこれだけ軽いレンズになってくると、例えばこう野鳥とか野生動物とかを撮りに行く時にカメラバッグにレンズを入れて、例えば山の中を歩く、そんな時もこれだけレンズが軽いとそれだけ疲労感とかを軽減できると思います。焦点距離は 400mm ですけれども、ボディ側で DX フォーマットのクロップをかければ 1.5 倍の 600mm のレンズとしても使うことができますし、あとはテレコンバーターにも対応しているので 1.4 倍のテレコンバーターと2倍のテレコンバーターを使うことで、焦点距離が 560mm 相当、あとは 800mm 相当のレンズとして使うこともできます。これだけの望遠を利かすことができれば、小さな野鳥なんかもより撮影しやすいレンズになるんじゃないかと思います。開放 F 値は F4.5 ですね。4人波とかよりも暗いレンズにはなるんですけれども、 4.5 であれば十分なボケ感で撮影できますし、またシャッタースピードとかも十分稼ぐことができるんじゃないかと思います。外観のデザインはこの真っ黒でシンプルなデザインっていうのはこの Z レンズで共通のところですよね。レンズ先端の方から見ていくと、こちら指を添えることができる滑り止めのラバー、その次のところはレンズのファンクションボタンですね。縦位置横位置で押せるように4箇所にファンクションボタンが備わっています。続いてこちらの動くところはコントロールリング、さらにフォーカスリングです。レンズ側のところでいうと、上からレンズファンクションボタンと AFMF の切り替えスイッチ とフォーカスの合う範囲の切り替えスイッチですね。反対側のところには、メモリーセットのボタンですね。メモリーリコール機能にこのレンズも対応しているので、こちらのメモリーセットのボタンで、フォーカスイッチをセットして、このファンクションボタンとかでそのところに瞬時に合わせることができる、戻すことができるっていうような機能にも対応しております。またあと三脚座ですね。三脚座はネジ止めで、無段階で回転させることができます。90度ごとにこの白い点が打ってあるので、回した時も分かりやすい目印になってますね。こうやって上に上げておけば左手の邪魔をすることなく撮影することができます。このレンズしっかり防塵防滴の性能になってますし、レンズの表面にはフッ素コートも施してあるので、汚れも落としやすくなってます。あと付属するフードはこんな感じのサイズですね。つけてみるとこんなサイズ感になってます。レンズのフードのこの先端のところにもこうラバーの素材が配置されているので、こう立てておいたりしてもここが傷つかないようになってます。レンズ構成は13群19枚ということで、ED レンズ1枚、スーパー ED レンズ2枚、SR レンズ1枚を採用することで、周差を軽減してクリアな描写力を実現しています。またこれだけ小型化されているんですけれども、実は PF レンズは使われていません。ですので、PF レンズで気になる PF フレアも気にすることなく撮影することができます。絞り跳ね枚数は9枚の円形絞りで、最短撮影距離は 2.5m、最大撮影倍数は 0.16 倍というようなスペックになっております。またこちらの 400mm モデル名に VR ってある通り、レンズ内の手ブレ補正機能も搭載されております。レンズ単体で 5.5 段分の補正効果が得られますし、Z9 との組み合わせたシンクロ VR であれば6段分の補正効果を得ることができます。
まあ、これだけ 400mm も望遠が効くとやっぱり手ブレってシビアになってきますから、レンズ内の手ブレ補正やるのは嬉しいですね。AF駆動は静粛性に優れたステッピングモーターの仕様になってます。ちょっと外に向けて AF 動かしてみても、まあ、かすかにウィーンウィーンっていう音は聞こえるんですけれども、かなり静粛性高いレンズになっていると思います。ということで、ニコンのニッコール Z400mmF4.5VRS を紹介していきました。超望遠レンズってことで、こちらにあるように野生動物だったり野鳥、はたまた飛行機、そういったような、まあ、望遠の効く撮影がしたい人に超おすすめなレンズになっております。なおかつ価格も、まあ、安いとは言えないですけれども、この手の超望遠レンズにしては、まあ、かなり抑えられた価格ってところも大きな魅力です。ぜひカメラの北村でチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。製品の詳しい情報や価格などは概要欄にある北村ネットショップのページからご確認ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。